邪魔するなよ。通らせてもらうぜ。気をつけろ、撃つな。メロスくらいどうってことねえよ。若者、油断していると足元へ救われるぞ。わかってる。これが捕虜化だ。おい、また出やがったぞ、一郎。うっとしい奴らまとめて片付けてやるぜ。油断しすぎだ黒崎、僕が手伝ってやろうか。うるせえ石田、おめえは黙って見てろ。あともう少しだ。ずいぶん遅かったじゃねえか、グリム嬢。いいぜ、これを待ってたんだ。てめえを全力でぶっ潰せる時をな。てめえの喉をかき息が上がってきて、そろそろ限界だ。限界だと？誰だ？お前こそガタが来てるように見えるぜ。悪いな、そいつは見間違えだ。とどめだ。これで終わりだぜ、黒崎。終わりだ。最強のセロだ。最強の勝利だ。どうやら本当に限界らしい。終わりだぜ、黒崎。まだだ。死なないで、黒崎くん。死ななくていい、頑張らなくていいから。なんだその目は。てめえはいつもそうだ。どんだけ俺にやられてもどっかで俺に勝つ気でやがる。俺より強いと思ってやがる。気に食わねえんだよ。人間だろうが死神だろうがアランカルだろうが、俺を舐めた目で見やがる奴は一人残らず叩き潰す。その手始めがてめえだ、黒崎。手加減はいらねえな。てめえは俺に負ける。最強のセロだ俺が。いいぜ黒崎一郎、全力でいい。まあ寝起きの運動くらいにはなるだろうぜ。へっ。名は何だ死神。11番隊隊長ザラキケンパチ。クイントエスパーだ、ノイトラジルガだ。なんだそれが全力か。随分と軽い剣だな死神。俺の意味は悪い。
代全エスパーダ最高高度だ。てめえら死神の剣で切れるわけがねえんだよ。どうもようやく慣れてきたみてえだな。てめえの硬さによ。慣れだと？さらにこの俺を切りに来たのか。最近じっとなまってたのか。終わりだぜ、死神。フッ。何が終わりだ。こっからだ、楽しいとこはよ。さあ始めようぜ、エスパーダ。礼はこの剣で返させてくれや。やれやれ、久しぶりにやってみるか、剣道ってのをよ。なのにこいつは切っても切っても切り返してきやがる。俺が最強、最強だ。さあカラベラスの真の恐ろしさを今からあなたに教えて差し上げましょう。これならどうです。途切れる言葉にカラベラスの攻撃に耐えることができますか。突きしろ。ここまでか。これならどうです。愚のこいつは染めの舞。突きしろ。どうしました。愚の特徴。さらばだ。染めの舞。突きしろ。悪く思う。次の舞。白蓮。突撃しましたか。神にも似たこのアルゴラの能力。忠実な兵士を無限に発生させ続けるこのカラベラス。アイゼン様に造物師のごとき力を与えられたこの私ですらエスパーダになることはできなかった。その偉大なるエスパーダにあなたたちのごとき烏合の衆が盾突こうなど愚の骨頂した。愚の骨頂はここまでか。染めの舞。突きしろ。これならどうです。愚の骨頂。うるさい。どうしました。染めの舞。突きしろ。貴様の能力が果実のように兵士を生む能力だ。簡単なことだ。果実を生む枝ごと凍りつかせてしまえばいい。凍った枝に実がならない。自命の理。その能力私の前で見せるべきではなかったな。さらばだ。悪く思うな。次の舞。白蓮。ここはラスノーチェスの天蓋の上。デスレクシオンセグンダエターパ。見ろ黒崎一護、これが真の絶望の姿だ。行くぞ。デスレクシオンセグンダエカ。エスパーダの馬鹿だ。
俺だけがこの2段階目の解放を可能にした。この姿を前にしてまだ戦う意志がないだと。ならば貴様のその5体塵にしてでも分からせになる。残念だ。お前の姿の技がいくらアランカルに似ていようと、その力は戦地ほどにも減る。力を利用、フォローを真似るのは妥当な道筋だ。それで俺たちとお前たちが並ぶことなど永遠はしない。力の差を理解したか。これでもまだ俺を倒せると思っている。それが何だ。てめえが俺を強かった。俺が諦めると思ってる。全力で行く。グレツだ、黒崎一護。恐怖を感じるほどの実力差の相手に勝てるつもりで戦いを挑む。理解の外だ。別に勝てるつもりで戦ってるわけじゃねえよ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。ザレ事だ。
氷の竜などサメの一撃で海に沈み、見誤るなよ俺たちの力。行くぞ、俺はてめえを倒す。行くぜ。甘いな。さあ恐竜神武、恐竜神武、さあ恐竜神武、さあ恐竜神武、恐竜丸。何、さあ恐竜神武、恐竜丸。かすけ、強殺系の残白刀を持つ俺に水の攻撃は届かない。届くさ、すぐにでも。見たければ見せてやる。なめるなよ、俺はそんな挑発になると思うのか。私の力を見せてやろう。千年兵糧、恐竜神武。てめえも俺と同じことを待っていたのか。一撃必殺の技のためにこの戦域に水気が満ちるの。仕方ねえ、手に同じことを狙っても拉致が開かねえ。本当そろそろ決着をつけようか。名を聞いておくぜ、エスパーだ。トレス・エスパーだ、ティア・ハリベル。十番隊隊長、室ヶ谷藤四郎だ。行くぜ。俺の氷輪丸は氷結系最強、全ての水は俺の武器。氷点下火山、100人の花が咲き終える頃にてめえの命は消えている。なんだ、あの姿は。さあ、骨になって滅ぶがいい。エスパーダには、それぞれが司る死の形がある。わしの司る死の形は、おい、おいとは時間。最も強大で最も絶対的な、あらゆる存在の前に立ち塞がる死の力だ。理解できない。死というものはそういうものだ。そしてこの戦いが終わるまで、サメの頭で理解できることなど何一つ起こることはない。小さいぞ。この世界の中で、このわしの力のみが唯一絶対。それ以外の事柄は全て等しく小さきこと。わしのこの目には、貴様らの命もアリの命も等しく同じに映っているぞ。許さん。大抵に背いた不届きを塵となって食えるがいい。口当てて死ね。力の差
私に傷を負わせるとは絶対に許さんぞ、アリどもが。弱砲大光弁、この挽回は使わずに終わらせたかった。くらえ！我こそは大帝バラガン・ルイゼン。行くぜ、リリネット。さてと行くぜ、リリネット。しかとすんな。てめえが協力的じゃねえのが悪いんだろ。大体その格好でどこが頭かなんて分かりゃしねえよ。派手な感じであまりちょろちょろすんなよ。大丈夫そうだ。言ってみて、君みたいなのが一番だと。やりづらいんだよ、どうも。その手の内で杖を打てるんだね。別の何かも打てると思っているのかな。打てねえよ。嘘だがね、ここまで来て隠したってしょうがないじゃないの。こっちのセリフだぜ。わざわざ面倒くせえ解放までしてんだね。無理にでもあんたの本気を見せてもらうぜ。随分と必死じゃねえか。らしくないぞ、大将さん。らしさの押し付けは良くないね、エスパーダさん。君のらしさの話をするんなら、らしさがないのが僕らしさだよ。だと思ってたんだが。なんだい、その技。まだそんなもん隠してたってわけかい。何も隠してたわけじゃないよ。ただこの子がそういう気分じゃなかっただけさ。なんでこんな強いやつと戦わなきゃなんねえんだ。弱い奴が羨ましかった。仲間だった連中は嫌だ。僕の加点胸骨の能力は子供の遊びを現実にすること。わがままなもんさ。俺たちは孤独から魂を二つに分けた。孤独から逃れる術はそれしかなかった。弱くなりたい。それが無理ならせめて俺と同じくらい強い仲間を。くそ、なんて力だ。終わりだぜ。死ねよ、カス。総括意。なんだてめえ、また別のクソ虫か。何先に手出してんだ。突っ込んでる。その目に刻め。何を言ったくて。ここへ着いたのは私が先だ。稽古さ、もうわきまえるがよい。白夜原発。下がれ、黒崎一門。戦いの効果しやめる。このレーダーのどけっつってんだよ、クソが。いや、だけど
K の仕事はここにはないか。早々に現世でも消えるがいい。この一撃で負けた。中継白帝剣。あの闇ってやつは強いんだ。俺も残って一緒に戦った方がいい。思い上がる黒崎一護。傭兵十三隊の隊長に軽ごときが助けになる腕の者などおらん。軽の務めは何だ。軽の務めはあの町を守ることだ。君か、司法院夜市。しばらく見んうちに随分と見違えたの。何事も進化の途中というものは醜いものだ。来たまえ、術だろうが力だろうが今の私には決して届かぬということを教えてやろう。参る。私を倒すために練り上げた手段の数は君たちの努力と力の証し。そしてそれはそのまま君たちに持つ希望の関わりだ。ならば私のなすべきはその全てを打ち砕くこと。さあ次の手を打つがいい。地方に裏打ち裏から気づけ。そして黒崎に打ち。甘いな。もう終わりじゃない。早く次の手を打つ。最後の一つに次を待て。一つずつ美に砕いていこう。終わりだ。君と戦うの。君覚えてる？前に戦った時のこと。僕は君のことをおもろい子やって思ったのを覚えてるわ。俺は覚えてねえ。あんたの剣を覚えてねえんじゃねえ。あんたの心を覚えてねえんだ。相手と剣を合わせると相手の考えが少し分かる。心が読めるとか言うんじゃねえけど、相手が強くなる強いけど、その伝わる心ってのはでかいんだ。あんたはそうだ。あん時はあんた俺と戦ってても俺のことなんか見てなかった。何で見てたのかまでは知らねえけどな。君の悪い声に今度は手加減なし。あんたに言われたじゃねえよ。僕の心臓どんくらい伸びるか知ってる？知らねえよ。
刀100本分や。聞いたら小さい頃は100本雑誌や呼ばれたりしてな。聞いてね、ほんなら挽回はどんくらい伸びるかわかる？クイズ大会進出者です。降参なん？つまらんな。しゃーない、ようわかるように君らの長さで教えてあげるわ。13キロ。何くらい伸びるかピンと言うのに、あいつを聞いても。せやから見せたい。今度は手加減なし。そろそろ私の力も理解してもらうとしよう。もう無理だ。アイゼン隊長と長いことおるけど。相手と剣を合わせると相手の考えが少し心が折れて、相手が強くて強いとか、その伝わる心ってのはでかいんだ。あんたにはそれがなかった。あん時もあんたも俺と戦ってても俺のことなんて見ちゃいなかった。何で見てたのかまでは知らねえけどな。お前の気持ちを埋めてた。君の悪い子は何度は手加減なし。あんたに言われたかねえよ。僕の真相どんくらい伸びるか知ってる？知らねえよ。刀100本分や。せやから小さい頃は100本雑誌やら呼ばれたりしてな。聞いてね、ほんなら番号はどんくらい伸びるか分かる？クイズ大会しに来てんじゃねえぞ。あれ、こうさんなん？つまらんな。しゃーん、ようわかるように君らの長さで教えてあげる。13キロ。そろそろ私の力も理解してもらうとしよう。もう無理やて。アイゼン隊長と長いことおるけど、あんなん見るの初めてやわ。君にもわかるやろ。どうもなるのに、あの人らも君は殺されておしまいや。これが捕虜化だ。戦力で旋回門を開け。ソウルソサエティのカラクラ町へ進行する。はい。待て。君はここへ置いていく。君を喰らうのは全てが終わった後でいい。一瞬だって言ったろ。そうか、やはり許せないか。宝玉よ、人間ごときに遅れを取るのは。始めようぜ、アイゼン。一瞬で終わらせてやる。見せてやるよ。これが私のさらなる進化。フォローも死神も超越したこの力を存分に試させてもらう。本当に君は黒崎一護か。どういう意味だ。本当に黒崎一護なら落胆した。俺が最後だ。今の君からは
終わりにするぜ、アイゼン。見せてやるよ、最後の月牙天章を。この技を使えば俺は死神の力の全てを失う。最後ってのはそういう意味だ。